実はですね、統計学というのは、まあ、これは非常に複雑な対象をですね、まあ、適当な形にまとめてなんとか処理をしていくと、そういう時にどうしても必要な考え方なんです。で、私自身のそういう見方は必ずしも現在普通の統計学者の皆さんの考えとは、まあ、全面的には一致しないかもしれませんですけれども、もうあらゆる科学の分野に関係して、技術の分野に関係して、そして事実私自身の仕事に哲学者も関心を示しているようなことがありますから、科学哲学、要するにものの考え方に関連するところはどこにでも関係していくと思います。創造性を維持するっていうよりも、やはり当面の問題に集中するっていうことですね。そしてまあ適当な、まあ常識的な解で満足してしまわないっていうことなんです。要するに自分が当面している問題を徹底してその理解するっていうか、把握して納得するまでやると、そういう構えがあればどんな問題でも創造性は出てきます。要するに簡単な問題なんかないんです。実際は一見簡単で、みんなが普通にこういうことをしているから同じように処理すればうまくいくと思ってしまうところで創造性がなくなるわけです。そうじゃなくて自分で本当に納得するまで捉えると、そういうことを続ければどなたでも誰でもその創造的な仕事に到達すると、そういうものだと思います。それがまあ科学ですね。問題とのこうやり取り、まあ、一種の戦いのようなもんですけれども、これを累積させない限り創造性は出てこないと思います。科学者に限らないんですけど、私戦争が終わった時にちょうど海軍兵学校卒業間近でした。もう一期前の人は特攻に行ったような人もいるような、戦死した人もいるような、そういうクラスでしたから、やはりその頃はですね、明日は自分が出ていくのかなという日々でしたから、それはもうやっぱりそういう問題には直面してたわけです。それで人間が生きていくということはどういうことなんだ、しかもそんなところで自分は毎日何をしていたらいいだろう。そこで私は先に戦死したおじが残していった数学の本をですね、読みながら、まあ数学でもやっていますかと、そう言って海の水を見てたわけです。ところが終戦になって帰ってきて、だから当然今度はその国家社会の復興と、そういうことに自分たちは努力しなきゃいけないと思って帰ってきた。ところが社会のですね、価値観というか倫理観のようなものが急激に音を立てて変わるわけです。それを目の前に見ているとですね、それは呆然自失するっていうか、どこに自分が足場を置いたらいいのだろうっていうことはもう非常に悩みました。悩んでいるうちにですね、やはり結局に自他の生命の尊重と、自分の生命と人の生命を尊重すると、それが全ての道徳の基本なんだ、自分たちの生き方を律していく上の基本なんだ、これさえしっかり押さえていけばどこでどんな生き方をしてもよろしいと、こういうふうに考えるようになりました。ですからいわゆる科学者じゃなくて、どんな人がどんなところで働いていてもそこだけ押さえていってくだされば将来は明るいと思いますけど、ややもすれば単純な専門分野の知識に惑わされて盲目的な行動に走ると、この点だけはやはりこうはっきり分けて認識していただくしかないと思います。好きなことに熱中してですね、もうとことん妥協しないで、ちょっとの困難にも絶対へこまないでですね、やり抜くと、要するに頑張り抜くと、こういうこと以外ありません。これさえあればどんな分野でもどんな仕事でも必ず成果が得られると、そういうふうに思います。